明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願いします。まあ、前半開始1分またこれでシーズン始まるのかというのでスタートしましたけども、まあ、前半はそれ以外は本当に文句がなく、ほぼパーフェクトな試合だったかなと思います。まあ、あの後半にいろいろ言いたいことはありますけども、まあ、あの開幕戦なので何の課題もない方が心配かなというふうに思いますので、今日はいい試合だったなというふうに思います。まあ、去年は見たことがないサッカー、あまり見たことがないサッカーを見た驚きがあったんですが、今年はまあ予備知識もある中で、今年はいけるんじゃないかなという感覚を持たせてくれる試合だったかなというふうに思います。まあ、まだシーズン第1節ですので、残り33試合、リーグ戦ありますので、最後に一番上にいられるように、頑張っていきましょう。以上です。おめでとうございます。初戦勝ち点3ゲットしました。あのテレビで映ってるかどうかわからないんですけれども、あの広瀬と高野のポジショニングがこんだけマッチングしてるっていうのは本当にびっくりしました。もし映ってたらぜひ確認してほしいと思います。あとあの縦パスをもう勇気を持ってポンポン入れていったのがすごく気持ちよかったです。ボスのやりたいサッカーがなんとか形になってきたなと思います。またこれを続けていきましょう。まず開幕戦勝利、素直に喜びたいなと思います。はい。まず先発メンバー見てちょっとびっくりしました。もう新加入選手で占められているというメンバーだったんですけど、で始まってみると、ああ確かにこれはキャンプと練習を通じてポジション勝ち取ってこうなったんだなというのがまあよく分かりました。もう攻撃に関してはやりたいことがかなりできてたなと思います。ちょっといきなりやらかして失点にしたんですけど、まあ、すぐ追いつきまして、その後三好のミドル、あれは効きましたね。三好は本当に素晴らしかったと思います。もう自分で持ててさばけてと、本当一気に重要な選手になってしまいましたね。で広瀬、高野、まあ、高野は好きですけど、本当新しい選手がみんなヒットしてて、まあこれは、まあ、去年の開幕戦も驚いたんですけど、今年もかなり驚きました。はい。で失点については、まあちょっとどっちも連携ミスですね、単純に。なんであんまり悲観的になることはないと思いますけど、もうちょっと選手間でよく話し合ってちょっとああいうの減らしていけば勝ち点を積み上げていくことができると思いますので、もう今日は本当に来てよかった、面白かった試合でした。はい。イニエスタに髪型を真似された上にアデミウソンにあの防寒の仕方もまで真似されたものです。名古屋に行って国策画画展を見て名鉄を乗り潰して、で競争レインまで取れて試合にも勝ったんで、てっちゃんじゃないけどよかったです。ありがとうございました。新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。おめでとうございます。まあまあ、監督が欲しい選手、欲しいタイプの選手を揃えると、まあ、これぐらいはできちゃうんだなというのが、まあ、よく分かった試合だったんではないでしょうか。まあ、両サイドバック、まあ、広瀬はある程度、素養があったのであれでしたけれども、高野が、まあ、ちょっとぎこちないまでも、まあ、よく頑張ったなというのが一つ。それから、まあ、インサイドハーフ三好の出来が出色でしたね。まあ、中川との、ポジションの取り方が、まあ、非常にうまくて、で、まあ、持てる選手が持たない、ドリブルできる選手が、まあ、ワンタッチツータッチでボールを離すというので、まあ、ガンバはすごく的が狙いにくかったんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとは何といっても、まあ、最初エジガルジュニオですね。ワントップがプレーメイクに関与できると、まあ、ここまでいろんなことがスムーズに運ぶのかというのが、今回の一番の収穫だったと思います。まあ、あとは、まあ、あれだけシュートを打って取れたのは、まあ、彼1点だけだったので、まあ、そこでもう少し、決定力を上げていただければいいかなと思います。まあ、そうは言っても開幕戦なので、これで何か、全部見えたわけではないので、まあ、そうは言っても楽しい試合だったと思います。次節も期待します。